た？はい。はい、どうやって？せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。今日は外からお送りしております。はい。今回は、うん、まあ僕もちょっとその、ネクストアップでずっとね、うん、忙しかったので、うん、2人でデートとかしてなかったなと思って、うんうん、今回は、ね、うん、一緒にデートしてるところを待つと思います。今日はどこに来てるかというと、浜町にある明治座に来ました。はい。ね、うん、舞台を見に、感激、舞台感激デートだな、今日は。ね、楽しんでいきたいと思いまーす。さあ、というわけで、どうぞ。ね、俺こっちだよ。エッグ、ベーコンエッグ。なんか久しぶり。久しぶりだよ。フレッシュネスのハンバーグ。美味しそう。うまそうじゃない？エッグの方が近いよ。エッグの方が近いよ。食べていこうと思います。ギョちゃんは？僕は、これです。ベーコンエッグバーガー。美味しそう。ね、絶対美味しいやつ。食べよう。食べよう。いただきまーす。うん。うん。うまっ。うん、うまっ。おいしいな。うん。ハンバーガー久しぶりに食べた。うん。うん。美味しいね。うん、おいしい。うん、あれ見せたら、バッてこれかわいいYouTube ミュージックって書いてある。これはもう YouTube さんにいただきましたね。かわいいよね。ジャンパンももらったよね。そう、ジャンパンもらってありがとうございます。使わせてもらってます。うん、今日飲んだも食べた。うん、おいしい。今日俺のは食べる。うん、何だっけ。これはクリスピーチキンバーガー。うん、そうか。かわいいな、食べ方。うん、おいしい。おいしいね。おいしい。あれ欲しいな、腹筋。うん、めっちゃ腹筋。うん、もらったけど。うん、おいしい。ね、なんかそっちめっちゃおいしい。なんかどっちがいい？こっちがいい。ごちそうさまでした。おいしかった。おいしかった。それでは劇場に行きますか。行きましょう。レッツゴさてさて、さてさて、中野に戻ってまいりましたよ。ね。面白かったね。面白かった。めっちゃ泣いた。めっちゃ泣いた。終わった後のさ、俺の目やばくなかった。うん。ね。真っ赤でめっちゃ腫れてたよね。うん、泣きすぎて。タピオカ買いました。何味？チョコ。ミルク味。うん、美味しい。僕は、量はパッション緑茶のタピオカトッピング。めっちゃ美味しい。これさっぱりして、飲めた。うん、美味しい。さっぱりしてるよね。うん、座ろ。天気がいい。もうだいぶなんか過ごしやすい感じになったよね。うん、夜とか寒いしね。うん、秋気持ちいい。これくらいの時期が一番好き。そうだね。うん、ネクストアップ終わってさ、早速アクシデントだね。何が？
パソコンがぶっ壊れた。買ってさ、まだ何ヶ月かしか経ってないよね。まあでも機械だからね、しょうがないのか。仕方ない。昨日じゃねえわ、今日か、うん、新宿に行ってね、うん、アップルストア寄って、うん、修理に早速出してきたね、うん、でも思ったよりさ戻ってくるの早そうだよね。最長1週間って言ってたから、うん、ちょっとその間は編集できないけど、それまでにね、うん、ちょっといろいろ動画を取りだめといて、翔ちゃんに編集してもらって、アップしたいと思います。もうアップできてる時だよこれ。あ、そっかそっか。夏の終わり、歌わないで。ただあなたに会いたくなるの、いつかと同じ風吹き抜けるから。夏の終わりですよね。去年の今頃とかこういう風になってると思ってなかっただろうな。 YouTube もまだやってなかったし。そうだね、うん、まだ1年経ってないのか。うん、すごいね。うん、いろいろ変わったかな。だって今家機材とかさ、うん、すごいことになってるよね。まだ全部使いこなせてないもんね。翔ちゃん翔ちゃん翔ちゃん、カメラがカメラがカメラ。うん、持って持って、うん、何何。はい、ではですね、今回の動画はここら辺にしたいと思います。平凡な、はい、平凡な日常で、うちらのね、久しぶりじゃない、なんかこういう平凡な、なんもない、うんうん、休日デートをお送りする回、うん、うん、よかったね、よかった、はい、というわけで気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。